俺はどうなん？テレビでやるよ。それともあれな、アベマ？どっち？これテレビである。ほう、まあちょっと見てみましょうか。 NHK な。なるほど、結構あるやん。やってるやってる。おい、あざす、来ました。あるイングランド、トリッピア、トリッピーがおる。注目は20何番の19歳。でかケーンだ。あれケーンやろ。でけえな、でかい、ケーンでかい。こら点取るわ。相当見るか。やばい、どうしようか。ここ俺はどうしたらええん。まず初手何したらええ。スードラの500、それとも氷結、それともどっこいあれかん、ジョッキかん。どっちもでかいけどな。氷結からやって。さあオタメンディ相当なんかやりよる。かわいい、かっこいい、かっこいい。斜め45度のあの6番かっこいい。そしてこのディア、ディアやばいやばい。これ回復魔法がいた。しかも攻撃的ミッドフィルダーというよりフォワードだろう。これはもう完全にやられますよ。ワイラうめえ。ディア来た、これ絶対やられるわ。俺たちには勝てない。攻撃的ディア、いやでもセネガル強いんだろうこれ。完全にワンチャンイングランド食うレベルで強いんじゃないか。だってセネガルどこから上がってきたんこれ。どのリーグから上がってきた、まずそっからなんだが。1位通過どこど。どっちが強い。まあサッカーの母国。アフリカチャンピオン、どこから抜けてきた。そのリーグは、リーグっていうかあのグループは2位通過じゃろ。あ、オランダんとこか。身体能力はずば抜けとるけん、お前やばいんちゃうんかこれ。おいおい、A の2位。やばいやばい、ちょ待て、これこれたまらんわ。やっぱワールドカップってほんと盛り上がりますよね。みんなでかい。ホットチリ、ガシュシュワーってならない。あーブレレレレってなるわこれ。カラムーチョうまい、まあ、うまいわな普通に。マネがいないの、いないのがきつい。マネマネマネさ、マネとか言おったな。どっちが勝つんこれ。1点先に取るのはどっちや。アーサス、
いよ、ほんとそれ。書くのやめろ。言う分にはええけど書くな。文字に起こすな。嫌われるぞ、そういうコメントするやつは。さすがにイングランドだ。100円もらえるしって、そのためにこのブリルを言う方がやばいって。ああジブリルっせ、かっこえ、かっこよすぎるんかな監督。何をしたいんですかね今のは。せっつったらあれよ、あいらの青春じゃろう。おそらくセネガルって言ったらでもあれやろ、誰なんかおったやろ、えぐいやつ。デューフ、あーデューフな、聞いたことある。クリバリは知らん。おいおい早い、うんうん、うう、ちょっとこれ食われる可能性も出てきましたね。でもやっぱり組織力的にはイングランドか。飛ぶがなんとこれ。危険やな。狭いですね。ちょっと。2010212各一軒ベッド。それガミるんじゃないそれ。普通にそんなに来たら。それガミらんの、そんなんで。そんなんかけても別にええん。会長、これ会長ですか。競馬やったら余裕でガミっとるで、それ。最低4倍ある。じゃあ3点で買っとったら絶対ガミらんってことか。ぬるい戦いやな、ほんと。来た！フリーキックは？ベッカムならワンチャン決める位置では。遠いな。トトウィーナーは控除率 50% だから宝くじと同じ。どういうことよ、何言ってた。折り返して
胴元が儲かる。まあでも大体掛け事なんでそんなもんだから、全部儲からんとやらんから。苦痛でしょそんなの。そんなんでインチキ言ってたら競馬なんか やるわけないだろ。ワイラが、ワイラは夢を見とんや。えぐいなぁ。機械割り 50%。 いや機械割り 50% なんかねえから、そもそもパッツのパチンコとかな、相当ぬるいと思うで。だって 97% とかやで、1でも相当良心的なギャンブルやと思うんやけどな俺。今までやってきた中で一番良心的と思ってる。競馬の 75% 嘘、そして 75% もないけん、ほんと嘘だと思いましたわ俺。機械割りとは一体やが、あれこそお前機械割り、お前 25% とかやわ。いけー、回収率 3% です。妨害棒まだあるけん、あと4回あるけん、俺の意地見してやろうぜ、この最後の冬に。ウィンタースポーツ最後の意地見してやろうや、ワイラの魂燃やそうぜ。競馬は100億売り上げたら75億還元、ウィナーは100億売り上げたら50億還元と、とてもじゃないがやっちゃいけないギャンブル。でもまあ別にあれやん、そんな身を滅ぼすギャンブルじゃないやん、だって自分で覚悟決めるんやけん。負けてピーピー言うやつは自分の身の丈以上に欠けたやつなんや、そもそも。ああもうダメだ、おしまいだ、首くくるかしかないとか言おるやつは自分のせいなんで、自業自得です。首つってどうぞ。俺はそこまではいかん。ただ悔しい悔しいクソっては言うけど、こいつのせいで人生狂わされたとまでは言わん俺は。だったらやるなよと最初から。ひでえって。でもそうじゃん普通に。あもう首回らんなった、死にますとか言って、そんな自業自得ですから。ただの行け打て好きでやってんだからって。そうよしかも自分で決めれるんぞ賭け額は。それは身の丈をな、分かってなく駆け寄るやつはもうダメなんや、ギャンブルっていうもんは。1万かけてピヨピヨ寄るぐらいでいいんですよ。損かし悪態はつかさせてもらうで俺は。いけいけいけ、これあるぞ、いけ、いない、ダンブルではスローが一番楽しい。あんまり思んないけどな今のスロットは、正直昔の方がおもろかった。
ケーン、ケーン、おいおいやめろ。パッチはスロットみたいに時間もかからない。まあ早いよな、良くも悪くも。北斗ケーン、キャプテンぞ。ギャンブルで身を滅ぼすとは、ギャンブルがなくても何かで身を滅ぼす何かとは。だってイングランドの方がやっぱ攻めとるな。うまいなぁ、持っとるねぇ。どうぞ、相当押すやん。ムバッペみたいな蹴ってるから入って、正直俺ダメ取ったわ、あのエンバペ。やっぱりあいつは化け物だった。ギャンブル依存症になりやすい遺伝子があるらしい。何が、誰に言ってんすかそれ。僕はノーマルだって、依存症じゃない。依存症っていうのはもうね、毎日一日たりとも触らんかったらなあ、よだれが垂れるようなやつが依存症なんだ。俺はそうではない。休みの日にたしなむ紳士だ、俺は。ギャンブル紳士だ。だから大丈夫。ただ、何？あれやけど。うわー、今のな、反応できとったら1点あった。すぐ下山するやんって。何が言いたいんですか。仕事前に行くとこがそれは歯医者のチャンスとかそういう特定の条件が重なった時しか言ってないけん、俺仕事前も。わかります。別に仕事前に毎日生きよるような僕はあれじゃないんですよ。わかりますか。そこはちゃんと分かってほしい。毎日仕事の前に生きよったら俺も言われてもしょうがないと思うけど、そういうわけじゃないから俺は。な？分かって。そこは。ピピ。この話は終わりって。泣きなしの1000円握りしめに行ったのは無職やけん、そん時は俺も。別に仕事しよる時はそんなことしよるわけじゃないけん。逆に無職の時とか、アグレッシブに動いていくけん、こっちも。いろいろやらないかんって思ってしまう頭が働くやん。このままでいいのか、葛藤するわけよ。な？じゃあどうすんのって。この、気持ちをって。じゃあちょっとでもなんか戦ってもしかしたら増えるかもしれんっていう気持ちがあるわけよ。な、うまい、うまい、今のケーン。履歴書と証明書書かい、あれ嫌いよ本当。俺面接とかマジで嫌いやったわ。もういやいや、もう二度とやりたくないね。無職でギャンブルもうしていくやん。やっぱり無職の時って逆に戦いたくなるやん。少しでもなんかやりうるっていう生きた証を残したいがためにね。何もせず家で寝よったら腐っちまうぜ。じゃあ少しでもなんかしうるっていう証を残さなきゃ。
やばい少しでも働けよって。まあ確かな。いやちょっと貯金があったけん、なんかもう仕事せんでも生きていけるがあって、実家やしって思いよったら、なんかちょっと無職の期間も伸びるわけよ。若い頃やけん許して、20代の若い頃ぐらいちょっと冒険してもええしやろな。もう今はさすがに俺もできんけど、それはヤスさんとイカ釣りとか行きよったで、無職ん時は。俺暇すぎてヤスさんが釣りに行くって言うけん、それにお前乗り込んで一丁髪とかしよったで、俺軽トラに。おにぎりとか食いよった、ヤスさんが釣りを見ながら。俺は釣れんけん。いい親父やなって。本当やったら感動レベルやで、無職の息子が釣りについてくるとか仕事しろやって感じやろ、親父からしたら。俺やったらキレるけどな。あのちゃん優しすぎるんよ。なんならおにぎり買ってもらったような気がするわ、サンドイッチとか。ついていったら飯にありつけるぐらいの勢いやったけんな俺。ラスト、あんま怒らん人な、怒らん。ただ怒った時はやばい。なんならもう刃物が出てくるレベルの怒りをやってくる系。おやっさん怒らせたらやばいよ、本気で。多分取られるな、弾。栄養ドリンク、あれ一方でおかんには厳しいけん、でもおかんも悲観けんな。どっちも我が強いんだ。なんか怒りよる。リポデイが悪いんよ。おい来たぞコーナーキック。これワンチャンスでしょう。ヤスさんはでも日本代表が勝つらしいけん、ヤスさん予想は。普段怒らない人は我慢して溜めてるんだって。おい俺もそっち系、だんだん溜まっていって最後に爆発して終了するタイプよ。だけん俺のことを怒らさない方がいい、お前らは。頼むで、気をつけておけ。我慢してないだろ、死闘人よ、こう見えて。切れてません。いや抑えてるから。本気で怒ったら怖い。本気で怒ったことないけんな俺、こう見えて。俺のマックスゲージとか相当長いけん、無限ぐらいあるで。たまることないから。煽ったりするのはマナー悪いよね。それな妨害暴君、いいこと言うじゃないか。怒ったら泣くタイプ。怒らんでも泣くけどな。やばいやばい、ちょいファーサイド、ファー、ふん、なになに、
なんかアピールしとる。何？ファールだろ！ PK だろ！おい！オフサイドではない。ファーン。これ1点もんだろ、これ。ハンドはない。ハンドはない。大丈夫。なんもない。ハンドもない。ハンドアピールやったら嘘だ。VAR にもならん、これは。うん。いい待望。この笑顔である。うん、やっぱ塩なんよな、こうやって見たら。始まってみたらお前らどうぞ。もうお前ちょっと俺横になりよるで、これやっぱ塩よな。塩やと思ったんよ俺は最初から。塩なのって、いやもう完全に塩でしょこれ。ワンチャン延長まで行くでこれ。もう飽きたんて。もうエンベパで今日は俺もう満足したかな。これもう前半戦がなかったら俺もう寝てかまん。もうね、オーケス飲んだらもうええような気がするよ。これ以上長引いてもまあまあ苦しいし。起きたら勝っとるやろどっちかが。眠いんっていうか、まあ別に眠くはないんやけど今日は。なんか入る気せんのよな俺イングランドって点が。ああいう何オランダ、アルゼンチン、フランス、ブラジルとかに比べてイングランドってマジでな、毎年なんよな、強いんですわ。なんかベスト8番長というか4までもいけんレベルなんよな。あの優勝した時だって物議を醸しとったやん。入った入らんじゃ、まあ、あれも VAR やったらどうなっとったか分かりませんな。あれ未だに物議を醸しとるからな、あのゴールライン割ったかどうかっちゅうのが。まあそういうのはいろんなとこであるんですけどね。またぐなよって。でもワールドカップってそういうんじゃん、いっぱいあんじゃんそういう話。入ってたわな。本当に？こういうの見よったらやっぱりな、なんか絶対決勝準決勝あたりで沈みそうなイメージになってくるよ。でもエムベパのあれを見よったらなんかもう、あ、これ優勝まで行ってもおかしくないなって思わせるのはやっぱフランスの強さか。神の手は許されている。ほう、まあその時代はなかったけど、今のボールはなんかコンピューターチップとか埋め込まれとんじゃろ。すごいレベルですよね。ずっとエンベパって言ってんなって。エンベパやろ、ムバッペ、エンベパ、ムバッペ、なんでもいいんですよって。
なんか本当のこれ誰だそもそもイングランドのケーンと誰がおるの？ムバッペ。でも何でもいいやろ、どっちでもいいやろ、エムバペでもムバッペでも。ベリンガム、ランパード、いねえよランパードなんか。んお、なんかそれっぽい動きは。いいぞ、なんかな。エンバペエンバペエンバペエムムバペムバペ。YouTube に本人がエンバペが一番近いって言ってる動画がある。ほら、エンバペじゃん。誰これ。ポケモンの進化系やったら、まず、ムバペ、ムバペ、エンベパ、エムベパやな。イングランドにも、ね、やっぱりあれやな、黒人選手多いな。これは何なん？移民？ベパじゃねえ、エンベパ。ムンバッペ、ムンバッペか、ムンバッペダイン。なんで一緒移民よ。は？俺がどこの移民だと。僕は生粋の大日本帝国の一員だ。何が移民やねん、こら。おい、またぐなよ。どっからのお前ルルオの民やっていうんや、ワイが。カラカワ帝国。元をたどればみんな移民だぞって。ネアンデルタール人、それともクロマニオン人ですか、ワイらは。どっちなんだい。もうこうどうしようって。そっちなん俺ら。もうこの地入っとん俺。延長にいかんのはいいことだ。北京ゲン、うん、やばいやばい、来た、うおうお、止めた今の。手一個やるな。おい今のよう止めたぞ。たらーん、まあシュートコースはないか。おお、トライ、こんなんどう考えても言ってるでしょか、えらいえらいぞ。なんかイングランド、あれあれってイングランドさん、負けべい、こんままじゃ。ウェイウェイ言うでこれ。なんか最後まで行ってないもんな、イングランド。俺やったらまだセネガルの方が攻めてるんじゃないですか。そして32分であるって。
早い、時間が経つのが早い。なんかしょぼいって、いやこれがいつものイングランドでしょう。そもそもまあでもゴール、うん、めっなかなか一本出すじゃないか。でもイングランド最初の試合で6点とか取り寄ったやけどな、なぜこんなことになっておる。これはどういうことである。でもまだ余裕があるな、イングランドサポーター。すっげえ、まず相当強そうなあの女子のサポーターが、俺ら多分負けるだろうな。ムキムキやったぞ攻めサポーター、そう。握力負けそう、いやあれやばいやろ絶対ワイラより強いで。でも付き合ってみたら意外と可愛いかもしれんってタイプだな、ありゃ。怖い怖い、いやお前ら分かってない。アイリンが実は乙女だから。コープあるよ、ギャップ萌え。ギャリー・ネビル来た、これかっこいい。何が分かるんだって。分かるよ、尽くすタイプやな今のは。ほれほれ、うまいぞセネガル、いいぞ。まだあるからな、身体能力。冷えてる冷えてる。なこっからつなげんのよな、マジで。前におらんもんな、あんまり。こっからすぐにやることができない。エンベパー言ってた、もう潰されること受け合い、いけるぞまだ。剣士なんよ、剣士の上に攻めれるんはお前強みやぞ、守っとるがゆえに。でなんかカウンター一本身体能力で持っていくぞ。ほれほれ、あれで前行くんやぞお前。こいつちょっとやばないか、セネガルの身体能力。あんなんやれますか今の。ファーって突破するね。ほれほれ、俺もう前出てる、あの体勢からわっちって。これはちょっと趣味っぽいが、ええ仕事しよるぞ。飽きてるでしょって何が言いたいんすか。飽きてないっすよ。フランス、ポーランドもね、こっからだから畜生。もうワンチャン入ってもおかしくないですよ、このセットプレー。蹴れ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 、なかなか中に、もう遅い遅い、もうそんな無理だよ。こっから蹴れ、なんならもう
俺はウリセーレベルの弾丸ミドルが見たいんや。それは長すぎや。ガチガチじゃろうか、ガチガチの中を塗って打つミドルが見たいんじゃ俺は。もう何でもいいから決定。もう冷えとるやん、もうイングランドサポーターも。私も冷える。もうやばいね、これ。俺あの枕に横になりだしたらとんでもないことになりますよ。これ大仏になります。ベリンガム、うううわあ、入った、うわ、なんでケーンじゃないな。お前横になったら入ったじゃねえか。仕事した、やっぱ王者よ。さすがサッカーの母国よ。いや、うまかった。今のはうまかった。横になった瞬間だ。俺が横になった方が変か。決めるとこで。怖いよ。こういうの外しちゃったらもうダメなんですわ。仕事したぞ。カウンター一戦か。カウンターでもないな。ただここからがうまかったな。流れが。完璧な流れ。横流し。くそー、うまいなー。さあ、言うなー。押さえて打ってるシュート好きよ、ほんと。深さん。おしゃれよねー。もう宇宙開発が満たないんよ、俺は。あれ、うまい。ああいうシュート好き、ほんと。ゴールへのパスですわ。そうよ。優しいシュート、そう、これでええんよ。あのな、もうほんとな、ちょっと浮く、あのゴールより浮くシュート見た時の冷める。メッシとかなんか見た、あのメッシのシュートの、あのまた抜いてゴロゴロの、あのメッシゾーンからの斜め45度に突き刺さる。おいおい、入るんか、まさか。横だった瞬間あったわ。いきなり来るな、本当は。びっくりしたわ。ベッカム来てない。ベッカムはあのエリザベス女王の喪に服しとるけん。多分こん。横になってくれ。今横になっとる。まあでもイングランド的にはええ時間に取ったな、これ、1点。ええでええで、PK なんか見たくないけんの、こっちも。時間的にも。延長戦なんかやられたらたまったもんじゃないけど。なんだなんだ、俺が横になったら起点が起こるぞ。ええでええで。いかん、起きないかん、俺。起きちゃう。もう有効になることを諦めた俺は。ケーン、何してるケーン。得点王な。おい、なんかイングランドが息を吹き返したか、これ。大虐殺始まるか？攻めまくりだぞ。そう、俺が横になった時何かが起こる、イングランドに。セネガルにも起こる。でもちょっとハーフタイムで死ぬかもな、俺。この感じではもうなんかこのまま終わりそうな気するしな。そんな気せんしーひん。もうなんか満足しとるし、イングランドも。します。
起きたら、でもこれ、ほら、もうこれ、行くぞ、なんなん、こいなんしよん、こいつ。なんで、何した、今。俺も蹴るだろ、普通。なんでなんすか、今の。ちょっとおかしいんじゃないんすか、これ。もう、ここで打つだろ。何をした、あれ。あの、そこ。ここで蹴れと、ここで。何してる、あそこ蹴るとこでしょ。キーパーいたからでもとりあえず蹴れよ。蹴れ蹴れ今のも蹴れ、とりあえず蹴っとったら何か起こるからな。あやっさんか、やばい、もう流すやん、蹴るやん、あこれは入ったやつか、殺菌とか見せて、うわあ、ほなむさいおっさんとか映さんでいいんよ、お前女子を映せ、女子を、おるやろ、なんであそこ、視聴者はそんなの求めてない。いや、おっさんを映すな、おっさんを。そのワールドカップを持った。もっとおるじゃろ、取るとこ。甲子園も見習ってほしいね。おっさんもええやろって。いや、でも女子の方がええやろ、お前らも。早い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 、え早っ、うん、あー惜しいな、もうちょっと斜め45度に流してほしい。そうじゃないだろう、もうちょっと長めに、まあでもこのうち映るわ、どう考えてもあのおっさんばっか映るわけがないんじゃ。ワンチャンスやな、これ。ワンチャンもう一点あるな。ないな。2分。まあ、終わりじゃろ。さすがに2分で1点は入らん。ちょっと流れがもう完全にイングランドの方に行ってますね、これ。2分で前半はそんな大したロスタイムにならんのやな。こういうワンタッチをやれよったらええんよ。スポーツマンシップないよな、サッカーは。まあそれに関しては否定はできんかな。なあ、なんもないやつが転んでベロ出してファールもらうけんな、サッカーっていうもんは。なんなら日チャーチするやつとかおるしな。まあスポーツマンシップとはおよそかけ離れた競技とは思います。いかにうまい演技できたやつが主演男優賞みたいなの言われてますしね。藤井先生はそんなことせんもんな。そうっていうか、さっき将棋戦勝ったんが悔やまれるな。そういや、将棋さえあったら俺にも一勝ぐらいはあったかもしれん、勝ったのに。ここぞ、ここしかないぞ、行け、流せ、そこに、中に、中に上げろ、打て打て、もう打て、やばい、ベリンガム、ベリンガムが行く、横流した、うまいな、ほんと、キャー
今の流れ横になっとったけど、ね、入れるじゃねえか。ケーン、うまいな今の流れは、うまい、完全なる生まれ流れからの生まれ。あかんか、いやあかんやろこれは、お前完全にカウンター一戦でしょう。しかも流れが完璧、こっからうまいわこれで、K も決めるちゃんと。あ、こんなん無理ですわ、こんなんされたら。ふわあ、見とる見とるゴール、あれうめえわ。やっぱケーンよ。バス。なんて言ってた？塩グランドと。ああ、いやー、ロスタイムで入れるんはやっぱりな、燃えるね。しかも2分のロスタイムで入れますか。そして、点決めたところで綺麗に終わるっていう。完璧な流れやな、これ。一層強いのか？ノリノリやが。俺、フランス対イングランドとかクソ熱やが。冷めとる、冷めとる！ちょ、やめろ！まだだろ、まだ。やめろ、その真顔を！こっちは嬉しい王子。ノリノリ王子。あれよなって、ムキムキマッチョの肉襦袢着とるおじ、いや、やっぱこれイングランドだわ。やっぱ決勝トーナメントはどれも面白い。ええんけ、こんなん無償で見してもろてわしら。ちょっと還元したい気分ですよ俺。7時半起きなのでさすがに寝ます。まあそうよな、最初の方はなんかちょっとおーセネガルってなっとったけど、やっぱあれか、セネガル良かったやけどな、この辺十分点入れてもおかしくないシュートですよ。ここも良かったよな。ここも入ってもおかしくないシュートだった。はい、セーブ。これな、思いっきり入っとるであれ。ガッ！もう本当に手一個やな。ケーンのスルーパス。ケーンか、やっぱ。ええなあ、ああいう俺もやりたいが。ブブブとか打って。3入れた後に、ああいうんしたいが。3つ入れた後に。超馬で行ったら、ああいうんしてもええんちゃうん、俺も。顔面擦り合わせて。俺や！ワイヤーでって、こういうのやりたいわ。おらーって。ファッツ。誰とやんの？ JP とか？から早かったなこれ、ほんとこいつがうまいわ。まずこれもうまいしな、ワンタッチでケーン。流れが完璧やわ、ポンポンポンやん、スリータッチでゴールやん。ガシよくやったって。置き時とかであの天国にあげたら、ああいう抱擁とかしたい俺。ガシって、俺ら今日頑張ったよなって。
いやもう圧倒的じゃないか。パスとか倍やぞ倍。よく言ってちょっと。いやちょっとパス数の倍はちょっとどうかと思うぞ。やっぱプレミアリーグなのか。本戦とかもっとひどいぞ。でも勝ってるからな日本は。これとかケーンのスルーパスこいつもうまいけどな。あー確かに。うわヒールやんあれ。こっからのケーン。もう来るん分かっとるけんな。ああいうんで QB 系にならんのがうまいわな。だいたいああいうんってな、なんか意思疎通ができてなくて打てんのやけどな。これもう来るって分かっとんだろうな。こっからこいつはもう来るって分かっとるけん、あそこですぐにこう蹴るんだ。これが普通だぞって。うまいわな。大体メッシから受けたやつはもう来るん分かっとんの決めれんっていうんが俺はなおかしいって言うんよ。現地現地か。そうですね、35分まで本当に苦しんで、その後の、縦の速い攻めですよね、スルーパスも含めて、ケインを起点とした、今大会、形がすごくええな、現地とか、うらやましい。いろんなパターンでボールをもらうイメージはしてるし、練習もしてる、やっぱそういうとこが、こういう大舞台でも生きるんやな。うん、イメージトレーニングって大事なんだな。俺もイメージトレーニングしよう。花が光るとか、ゴーゴーランプが光るとか、そういうとこを常日頃、日常生活でもインスピレーションですよねって。常に光っとるイメージを持ちましょう。さすれば低設定でも光る。引いては勝てる。そういうところだぞ。目を閉じたらそこにはゴーゴーランプがっていうところまで来たらもう勝つだろう。それはイメージじゃなくて妄想だ。いやインスピレーションですわ。3連単を取るイメージを。何人入っとんこれスタジアム。ベルーナドームを思い出すね俺は。こういうのを見るとあ酒がうめえわほんと。ウッションすんな。何が。適合者は煽るのかって。煽っとるわけではない。俺も適合者やったし、あの日だけは。一瞬だけ。ああ、どうす。チケットは2万。まあ、チケットは俺チケット代はないけんな。そこは持っとるやつやけん。ていうかそんなチケット代に2万って書いたら行ってないしな、そもそも。
それはいかんだろう、カイジ君。お前、金払ってまで行くと思っとるのかね、俺が。中を見たいって。羨ましい？行ってみ、地獄やぞ。実際問題。フランスのハイライトが。めんだわな。めっちゃ寒いしって。怒涛の豚煽りって。いや、俺が本当に行ったっていうのは、あのライブに行ったことある、あの YouTuber が、YouTuber っていうか、YouTube で行きましたみたいな、その、語りがおるけん、それ聞いたらほぼ俺と一緒なはずやで。悲しみやけど、まず雨降っとったっていうんが、もうすでに俺の予言で当たっとるけんの。わー、エンバペーっていうかな、あの豚のな、実機とかな、設置しとったみたいなのに俺いかんかったけど、あー、それは言っときゃよかったなって思ったわ。豚実機並べられとったらしいよ、展示コーナーで。そこは写メも撮れとったけんな、撮っときゃよかったって思ったわ。マジで辛いわ。そういう撮れるとこあったやったら撮っとったんやけどな、俺、撮れ高で。実機とか置いとったみたいよ、あれ、展示コーナーで。ただ雨降りすぎとって、マジでそんなとこまで行く余裕がもうなかった。三協プレゼンツ、そう、豚スロットもあったんやで。あの、クソ V コンのやつとか、最初の初代とか、あれ見とけよかったな。物販じゃなくて展示コーナーはまだ吸い取る方やって、あれ見た感じ、俺動画で見たんやけど。俺映ってないかなって思って見よったんや、その、他のやつが行ったやつの。全然映ってなかったわ。そもそもそういうやつらガチでやけん。先に行っとるけん、映るわけがなかったよ、俺らみたいな、あの、ドラマが。三協景気いいんだな、それな。ワンチャンモーザイクでもええけん、ワイ映ってないかなって思って探しよったんやけど、なかったわ。あの、物販コーナーは一応並んどったけん、その辺でワンチャンカットインもあるかって思ったんやけどな。ねんだわ。上着とズボン着替えないよ、そんな。ラジオでしかないみたいな。 NHK でも撮れんかったんか、日本ブロ、あれは、クロアチアは。日本、韓国ある。あ、NHK であるんや。ラジオで誰が聞くんや。まあでもこうやって見よったらさ、やっぱ強いとこ上がってきよるの。残念ながら、まあ悔しいかもしれんけど、ちょっと厳しいわ、やっぱり。世界の壁は厚いっていうのが見えてくるの。ベスト16、厳しいと思います。ハゲ予想当たってるやん。そうやろ。兄さんとアジア対決するんよって。おい、夢物語言うなよ。まず兄さんが上がってこれねえから、残念ながら。な。
まあ、ヨシンバは日本がクロアチアに勝ったとしよう。でも兄さんはブラジルにはさすがに勝てん。それは当然の事象じゃ。だけ日韓対決は実現しません。ブラジル対日本はワンチャンあるかもしれんと俺は予想する。でも日韓対決だけはねえから。あ、ネイマール出るん、もう韓国戦で。あ、もう復活したん。じゃあもう終わりよ。リシャルリソンとお前ネイマールが出たらもうそれはもう感染体だろ。出れるん。出たら死ぬで、ほんと。まあでもイングランド的にはもう余裕が出たな、これ。でも破壊されるでって。破壊したら世界的に非難されるんですが、そんなんした日や2002の日じゃないで。もうでも俺情報やけど、あくまで。あの4年後のブラジルは相当やばいらしいぞ。なんか今の相当若い奴らが4年後に集結するらしいけん。もう今のそのネイマールの日じゃない奴らが出てくるらしいぞ。次の2026のワールドカップのブラジルは本気でやばいらしいで。世代が。マジマジ。Y 情報。まあ、ごちゃんやけど、主に。なんか今回の変な、その、アンダー20みたいなの、やばい奴らが相当集結するらしいぞ。もうちょっと具体的なこと言えや。誰やったかな、なんか名前挙げられよったんやけど、もう覚えてね。下の世代にさらにヤバいのがおるんよ。しかもそいつら世代、黄金世代みたいな、もうはっきり言って黄金のカルテットぐらいのが出てくるらしいぞ。シーコー、ファルカン、ソクラテス、トニーのセレゾ。ヤバいヤバい、来た来たこれ。いきなりかよ。ちょっとお前いそういいな。なんかカウンター気味に、え、いいんじゃないのこれ。ベリンガム、ちょっとやりすぎな。メッシからのメッシみたいになるの。俺なんたらメッシもうワン大会ぐらい出るんじゃないんかって思っとるけんな。下手し、あのアルゼンチンの育ちの悪さからしたら39でもワンチャンいけんじゃね。メッシ精神的支柱として、とりあえず入っとったらあのワールドカップ優勝したっていう経験にはなるんで、一応出とくのもありなのかなと俺は思うんですけど、ね、それで優勝したらもう若手でもいいけど、優勝したらとりあえずメッシが史上最強になるんで、あとは若手でって。決勝だけあの後半出場して、あとは若手にって。いやもう動かんでええけん、とりあえずもうベンチでもええけん、とりあえず代表さえおったらワールドカップ優勝したっていう経験には基づくんで、打て打て、いったーし。
ねええよ、そういうシュートで終わるのはいいよ。オフサイドっぽいな今の。こういうんで打ってな、オリセイみたいなのやってほしいわ。パーン、いやーなんかミートしてない、なんかな、このボールなんか埋め込んどるけんちょっとおかしくなっとんじゃないって思うぐらい、なんか変なシュートばっかになるんやけど、これ本当のサッカーボールですかこれ、ちゃんとした、なんかなボヨーンってなるんよな。インボーロン、早い早い早い、アルミホイルってサッカーボールの白い面積は何、聡明な君なの分かるでしょ、白い面積は正何方形の何枚、はい、行ってみて、もう忘れよるよ、いや俺は分かっとるけど、前らが本当覚えとるかっていうのを予習復習してやるように、白何枚、黒何枚、正何方形、白20枚、黒12枚で正何方形、白が何教えてほしい、白20、黒12は合っとる、正じゃないかって六角形、白が六角形、黒が正五角形、6と5、うまい、蹴れ蹴れ、もう蹴れって、蹴れってはよ、蹴ん蹴ん蹴ってくれはよ、なんで蹴らんすんのこいつら、蹴らんすぎやろ、もう蹴れって、もう蹴ってほしいんよ俺は、蹴っとるだろ、いやもうシュート打てってじゃあ、もうシュート見たいだけ、いやもう見せろってはよ、もうなんならこっからでも打ってええで、いやもうそんなんしょったらまあやられるぞ、ため息も出るわ本当、俺あくびが出るで、いけいけ、もうそのまんまいけ、まっすぐパス、東京オリンピックじゃない、あれもう入らんけんな、んで、マロちゃんなんかもっとひどいで俺ら可愛い方よ、やばい、つらなってきたわこれ、飲みすぎたな、飽きてきた、いやちょっと
とあれですね、あーざっす。出てっていうかもうこれもう決まりでしょ、ほぼ急に来た。いやもうこのまま終わると思うよな俺。今日はもうここがそこなんじゃない、大体もう俺飲みすぎてるからな。寝配信このまま行ったら俺多分落ちるな、飲みすぎよそれな。でもあと1本はいけると思うんだよ俺、スードラの350ぐらいやったら。とりあえず飲んで寝よっかもうよくない、もう大丈夫やろこれ、ほぼほぼ一層で決まりでしょこれ。開けろ。ジョッキ缶はちょっとあれやな、まださすがに。もうやっぱり強いとこが勝つんだよワールドカップは。そう思いませんか。行くんで、まあ行くじゃろうな。うまいうまい。ふわふわふわ。これもう終わりでしょ。さすがに足もみ寄ったらお前入ったが。何が起こったし。なるやろこんなんもう。何どうなった今。わーってやばいやばい、揺れよる揺れよる。早いなー。うお強い。うー股抜きか。うわーもうあとは流すだけ。やっぱこういうところでちゃんと決めれるんがな、いいよな。キル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 。ほいっつ、わあ触っとんやけどな。点取るな。いっそええやないか。うわあ。うわあ。隅を入れんなメガネニキ。なんであんなただのお前伸びたみたいなやつがお前隅入れてんだよ。決まったしって。いやでも開けてしまったんだか俺は。おっさん抜きすぎやろお前。クリーンな試合ですね。いやこれイングランド乗るで、こんなんしよったら。フランス何するものぞって感じやろ、もう。あっす。つらいが。女性を抜きすぎるなって。それ差別やろ、フェミが黙ってないで、そんな。決勝戦、
サカ今大会3試合3得点サカ蛇が騒ぐっていうか、じゃあおっさんばっか抜いたらワイらも騒ぐんやけど、蛇に騒がれるんとワイらに騒がれるんどっちが嫌ぞ。運営的にはワイらもまあまあ粘いで、そんななあ蛇がどうとかいう話じゃないんですわ。ワイらワイ痛くない痛くない、全然当たってないぞ、おい。セネガル2期とはヘミやろな、ほんと害悪やわ。ワイラだけ迫害されるんが相当あれやが、いたたまれんが。やれ、向こうが正義か、ワイラン人権はないんか、じゃあそこに人権はあるんかという話になってこんか。うまいなあ、うっ、ああ流した、うまい、ちゃあ惜しいな今の、はあはあ、さ頭悪いから争っても負けるからやめとけ。分かった。もうやめとくわ。これ以上なんか変なこと言うわ。いや俺ケインは好きやな。本当。確かになんか縁の下の力持ちというか、自分でも決めれるしいろいろできるケインはやっぱり優秀よ。あれ流れが完璧やな本当。ケインは何十もあって言いやすい、そうよ、できるだけチュッチュッチュッ、イエス。サッカー覚えてきたぞ、俺もいろいろ覚えてきた。まずデパイ、デパイさん、メッシ、ケーン、ムバッペ、これだけ覚えといたらとりあえずなんとかなるわこの大会今んとこ。もうカウンターが炸裂しまくりおるのこれ。セネガルがもうゴイゴイ前に行き過ぎとるわ。ガビ忘れんなって、ガビな、サカも覚えろ、サカも覚えた、あとジャカとあれな、シャキリな、あとモドリッチ、うまいな、なんかおしゃれ。何このエレガントな英国サッカー、シャレオツやんこれ。あと三笘なって、三笘くん、いや三笘くんじゃないよ、日本は鎌田くんだから。タインゴー、ツッタンゴー、自爆だ、完全に自爆だこれ、あつってる、やっちゃったか、人体いったか、ちょっとつらい今のは。痛いんごっていうか、あれは自爆だろ。あーいかん、坂が下がった、ついにターンオーバーが始まった。
グリーリッシュ、ラッシュフォード、名前がかっこいい、普通に。こんなん勝てないよ、名前で。しかしもう3点取ったらほぼほぼ安泰だろう、後半で。アルゼンチンは辛かったのと、最後まで。これ意図的には相当楽になったやろ。マンユ。セネグル2点取り返せば1万5千勝つ。絶対に許すなよ、お前ら。もうこういうカサゴを許すな。俺は絶対許さんからな。それはお前完全に己の利益のためだけの発言だろうよ。そんなこと許されることではない。4日でもや、どんだけかけとんの、ほんとこのバカ。大受けるのは許さん。オラしたくなるんはわかるけどな。確かに K1 も一緒だ。剣も。スポーツマンシップに反しておる。そう、許されることではない。ピピ。ということで4-1と3-2ってことか、かけとんは。そういうことは危険なんは、一番危険な中ではあれやな、1点取った時が一番危険やな。4-1がありそう。いや、イングランドはこのままでいいよ。もう4点目を取る必要はない。大丈夫って。取りそう。いや、でもこの感じやったらもうこれちょっと攻めがきついな。攻め寄ったらカウンターでイングランド1点取られるし。かといって守れるかっつったらあれやし。無理せんでもいい。そうなんや。だってもう23分やで。かけてると熱くなれる。どうやってかけよう、それって。なんなん。おおお、いやこれちょっとあれを感じとるやろ、サッカーの母国に対する恐怖とかを感じとるやろ、セネガルは。やばい、本物だわって、歴史感じましたわって。興味持っとるかって。何、どうやったらいいんですかね。ランチャンス、俺にも夢があるんじゃないですかこれ。楽天のサッカーくじなんだって。詳しく。
なんなら競馬よりあれがあるかも俺。記念塚。スコアまでビター手はって。それができるんだな、なぜか。ウィナーっていうくじを。オーバーラップ厳しいな。今のヒロさんの様子は今んとこ当たってる。そうだろそうだろ、俺このまんま本当にいっちゃうぞ。ワイナーのワールドカップまであるんちゃうんか。でもこれが順当やけんな、普通に考えたらこうなるんよ。まあでも日本がワールドカップまでたどり着いてったけどな、俺最終的には。次からが難しいの。そうなんやな。ここまでは大体順当にいっとるだけやけんな。すごい汗かいてる。やっぱ暑いんだな。優勝はいそう。イングランドやった俺。ディエデュー。エグインが入ってきた。踊ってる。諦めてない。やっぱセネガルの美女軍団はあれだな。最後の最後まで諦めない、それが自国民だ。こうあるべきぞな。みんな信じてるんだ。えらいわ。勝つこと信じてないもんだって。勝つこと信じとるも何も、まずそこまでのフィールドに立ってないからな。まず自国民として。勝つ勝たんじゃないんよ、だから興味がないっていう。セットプレー、応援すら勝ってほしくないまである。いけ、おおっ、逆張りとかそういうレベルにもいってないけん俺は。むしろ別になんかそんな逆張りでいいよるわけじゃないんやで俺は日本に。そこにすら立ってないけん、もう。泣くとこ見たら、別に泣く泣かんとかそんなレベルじゃないんやけど、別にそんな気持ちもないんやけど、さらさら。君らが悔しいとかいう煽りすら言わんレベルで興味がないっていう。ただ当然の事象で終わったなって。
で終わってもらった方がいいな、うん、出身が2人。いや鎌田くんは応援する俺なぜか鎌田くんだけは応援していきたい。長友は別にどうでもいい。クロアチア勝ったら謝罪せよって、そんなん言うよったらお前ドイツに勝った時とスペインに勝った時に謝罪しとるわ。そんな気持ちがあるんならケーンイエローです。どうケーンあいいですぞケーン辛いイライラしてる怖こんなに後ろから押されたら俺もたまらんわ泣くわ。でもケーンは違う下がるかい。あケーンはまだ頑張る水飲んでる顔にかけてる。甲子園で愛媛の高校勝っても何も思わないのってやけ。それは甲子園は別やんな。もう全国やけん世界になるけんまた変わってくるんやって。俺はサッカーだけはしかもワールドカップやろって。別にあのワールドベースボールとか興味ないよ俺も。でも甲子園は甲子園でな、そこはもう日本が舞台になっとるけん愛媛は超応援するよ俺。それは別だからもうあのカテゴリーが一緒にしてほしくない。あのワールドカップとこう甲子園を。まあ、言ったらやけん愛媛の高校が今欧州のこういうとこになってるっていう話なんで。基準が分かんねえ。日本国民じゃないってこと。それはお前俺に対する落としてデパイ。もういいよ非国民で別にええけどな、何もでも言ってくれ全然聞かねえから。世界だからね。なんぼでも言ってくれや構わんぞ。非国民何するものぞって。そもそも非国民っててあれかなって、私の弦かな。んなん言おったら弦の親父もお前非国民とか言われおったっちゅう話やろ。遊牧民煽ってくるやん。どっちもどっちだろこんなもんも。もはやもう何も生まんぞこんなお前あれは。愛国者を怒らせたらいかんって。それはそれでまためんどくさいことになるんか喧嘩か争いやめろって。俺が争いを出したわけじゃないのに。自由だけどね煽るからって。煽ってないだろ俺は。謝ってすいませんでしたって。それ謝ることはできる俺も普通に。でもそこでなんかなうえあああああ足一個惜しい。
やっぱこれイングランドの方が強えわ。ボール回しがもう流れるようだもん。謝ってはいけないって。民 Y の民。いやでもな、そっちもそっちでまあまあ攻撃的やと思うよなこれ。その愛国者も俺だけが悪いのかこれ。どっちにしろ煽ってきるのはそっちも一緒だと思うんですけど。やば、来た。で、アンチがおらん、くっそ。まあ、ええわ。ウエスト16で全てが決まるやろ。ここで。だいたい生地勝っとるけん、こういう、なんだろうな、あの、勘違い方が生まれるというか。煽られるんよな、俺も。仲良くできんなって。もうこれがすでに煽りになったやろな。ケーンってどこ応援しようが自由よ。そうよ、そうでしょう。確かにそうなんよ。いやもうほんとな、もうあそこでな落ち取ってくれたらこんなことにならんかったやけどな。生地よな。こいつ何言った。いや何もないです、すいませんでした。本当もう終わりや、この話は終わりや。もうやめよう、俺以上何もうまん、虚無しかうまんわ。下手したらもう俺刺されるまであるけん、このままじゃ。そう、イングランドの応援をしましょうって。イングランドっていうかもう決まるな、これでももう無理だろう。危ない、なかなか気づいたか。あ、気づいた。もう本当にむしろ俺日本を応援してた、本当は鎌田君を。まだまだこれからだって。ベスト8を目指すために頑張るんだ俺たちは。な、俺も船乗せてくれ、一緒にみんなで新しい景色を見に行こうって言ったら、お前は乗せんけんとか言われるんやろ。すごい。って言ったら俺もうそれこそヒールになるしかないやん、もう。もう無理って、別にええけど。って言ったら堂々巡りでしょうが、これまた。同じことの。わかった、サッカー見よう。な、この試合に集中しよう。うまんけど、いやもう言わんぞ俺は。もうていうかもう徹底するわ。あのダンもあれがないってこと、もう全てを虚無にするわ。もらったら寝る、寝らない、当然やろ。いけ、あーす。まあでも面白くなってきたな、これ。オランダ、アルゼンチン、イングランド、フランスって。まずベスト8が相当面白くなってきた、上の段は。ただ下やな、問題は。セネガルももうさすがに厳しいやろな。あと5分で3点は無理そう。しかしトランペットを吹く、セネガルの民。
明日は波乱心で日本 VS ブランスフランス、あ、ブラジル、そうやな、あるかもな、うん、ある気がするを韓国 VS 日本ベスト8、ね、ベスト4をかけた熱いアジアの流行がまみえることもなきにしもあらずよな、うん、ゴキュー 笑ってんねんいや現実が見えてないなと思って。ワールドカップっすよこれ。よし。おおおおんて。いやもうでもええ夢見れたやろ十分。よし、夢の途中だぞ。そうよ、その夢はもうすでに夢と消えるけん。きついって、ベスト16はマジできついけん、本当にそんな甘くないんやって。予選って言ったらもうそうでもないけんな。ベスト16になった時の本気具合たるややで。クロアチア強いって、クロアチア強いも何も分かってないんですか。あのレアルの10番がいるんですけど、まずまあ確かに年齢的には結構しんどいかもしれん。でもな、オードリッチはな、あのな、すっごい節制してるから。いやちょっとミドルもあるんでね、足元の技術って。そもそもあの分かってますかって、前回大会準優勝国ですよ日本さん。どこまでですか今までのワールドカップで。3位も取ってますからね、あのボバンの時に。1998年ワールドカップクロアチア3位ですから、由緒正しい国なんですよ。モリポの革新的戦術にって、それでコスタリカ戦で手のひら返したのは誰ですか。オリポの戦術とか言いよるけど、ただスペインに勝ったけん手のひら返してモリポ神とか言いよるだけじゃないんすか。その前の時のお前らの手のひらの返しっぷりったらなかったで。んーけれって、宇宙開発、あそこでさらにモリポを、まあようやったモリポって出しまして、スペイン戦にやったやなって言ったやつがどれだけおったかってことよ。一切そんな言うやつおらんかったやろ。でスペインに勝ったら勝ったでモリポ神って、ほらもうどこまでもいけるわとかいう勘違い野郎が多いんがマジでイラつくわ。
一貫してボリポ神って言えよ。じゃあわしはターンオーバーを擁護してた、君は神って。じゃあそれを言おったんなら、その時からハミとも思ってないけど、まあ確かに。そもそもモリポっていう時点で、そこを言いよる時点でもうダメなんじゃない？それじゃあ俺と一緒じゃんって。4分まあ厳しいわな。もうなんならこれもう1点あるぞ。クロス。まあもう終了じゃな、ここはこれで。カサゴさんも厳しくなってきたって。確かな、こっから1点取って1点取るか、セネガルが1点取るやろ、こんなん無理だろ。まあでもカサゴさんは今前取ってるから、まあ何やろな、これは無理やろ。4、こっからあと4、いやもうあと2分しかないとか無理だろう。厳しい、イングランド勝ちの 1.55 倍でギリ利益確保は何、利益確保しようやこいつ。実は利益を確保できるっていうかけ方しとん、ガミランのそれ。それじゃあ面白くないんですよ。おい、いやダメよ、セネガル引き分け、引き分け、こっから3点もうそんなんせんでええだろ、ねんでもいいから畜生、むしろ1点やれよ。どんだけギリギリお前守り温度1点すらないんか。さすがに無理か、もう。ロスタイムは点数3倍にしろ、もうもうこれじゃバカみたいじゃないですか、僕たちが。俺もそういうかけ方しよう、もうこれから1万を本当にちまちまかけていく戦法でいくわ、もう当たるようにいこう来年から。もうええ俺それで、とりあえず当てるっていう、なんなら年間全勝狙うかけ方していくわこれから。もうそれはそれでええわ、もう当たる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 でええんわ、もう絶対当てるような布陣で行くわ。もうなんぼ安くてもええけん。オラーって言えるツイッターにするけん。来年から。ええー、それで。買い方はあって。それはもうむちゃくちゃ、もう絶対当たるぐらいの買い方していくわ。ワイドとか、副賞とか。もうなんならグリグリ鉄板の副賞とか買っていくわ、1万円。それで行こう。で毎回オラーっていうツイッターにしていくわ。収益とかもう関係ない、もう最初からやったらそれでいいわ。でちょっとずつ積み立て預金みたいなのしていく。おぼんない、おぼんないでもええんよ、外れるよりなんぼかマシやわ。それが当たらん、まあ見よれや。もうこれから俺はおぼんないとか言われてもええけん、とりあえずオラーって言える書き方していくわ来年から。
切れたもう今年で2倍つくんぜ。もういやもう 2倍じゃなくてもう 1.1 倍とかでもいいけど、もうとりあえず当てるようにいく。ああもう JP ボックスとかもう関係ないぞ、もうほんと。はい、当てました当てましたっていうあの放送にしていこうと思う。儲けるならみんなやってる、儲けるとかじゃないけん、別にここまで負けんやろっていう戦いをしていく。もう常に肉のカーテンで行くわ。どんな中まあ見よってくださいや。もうほんとガチガチで行くで俺来年っていうか、なんならもう今次から行こうかな。ちょっとそれを見越すために俺あの2歳戦それで行ってみるわ。とりあえず俺は言っていくわ。それがこうそうしとったら、まあ有馬は普通にやるけど、ちょっと2歳戦それでやってみて、いけそうやったら俺来年からそれでいくわ。一番人気の副賞とかな、しかもなんならそれでいこう。オラオラ、ワンオラ、ツーオラ、スリーオラとかもコンボつなげていこう。突然オラでもええわ、もう。一番人気の罠には気をつけろ。分かっとる。そこはもうちゃんと、あの、聞いていくけん。予想で。予想しながら、何がええ、何が悪いっていうのは、とりあえず聞きながらやるわ。やけにならないでって。まあ、やけにもなるやろイングランド VS フランスにかけた方がいい。まあフランスにかけるかな。勝ちだけとかもあるんや。でも点数あった方が倍率が高くなるってこと。何対何でダンボとか。ただただフランスとイングランド、イングランドが勝ちますっていうかけ方もできるってことか。じゃあ結構いろいろあるんやな。ててててん。いやー強かったなイングランド。一番あフランスもな普通に強かったけどな。2大会連続準々決勝進出。フランスやろな。いやどうやらな。でもイングランドも良かったけんな。守りも良かったし、まあまあもうフランスも一番いいわけではないような気がするな。もう今年のイングランドは違うぞ。ちょっとだいたい死をやったけんな今まで。そう考えたら 3-0 で勝つんは、しかも予選もまあまあ点取っとるし、しかもええんよこういう。あでもこれちょっとセネガルがザルなんかっていうのもあるけど、オランダはワンチャンもアルゼンチンとどっこいみたいな感じがするけんな。どっちが勝ってもおかしくないと思うよな。まあでもこういう切り崩せるんはいいな。イングランドもこれもう完璧だわな。この辺の流れよな、もうワンタッチで。ええ、流れを作っとるわ。ポンポンポンでいくもんな。この流れ、流れのうちで点を取れる。あんなんでな、点入るやん。あれで入るんやったら、あのメッシがスルーした時のは決めないかんけんな。これで決めれるんやで。あんなんこれより簡単やったで。これの方が難しいけん、点取る。
何回も言うな。いやでもあれはまあかわいそう。メッシの顔見た、あの外した後のあれ大々的に映っとったけどさ、あーもう俺が打っときゃよかったなって顔しとったで。あれメッシの顔はああいう見せられたらよ。あれあれあって顔してたってなるけん。まあでもこっからやな。いややっぱこれ見てみ、オランダアルゼンチンイングランドフランスっていやこうなるんだよな。本物が残っていくんだよなやっぱり。ベスト16って見てみよう。1位通過が上がったんか、やっぱ上がるんだわ、やっぱ強えんだわ。え、じゃあ1位通過したのは日本、日本なんだが本番なんだわやっぱ日本は。ということはスペインは落ちるんだわ。本物でした。そらそうよ。格下に負けれんよな。クロアチア2位通過ぞ。いや、日本だわ。日本対ブラジルだわ。川。本音はあって。いや、クロアチア2位通過をした。それはなぜだ。弱いからだ。赤さん。日本は1位通過をしたって。なぜかって強いからだ、強豪国なんだわ。死にたい。俺が間違っとったわ。クロアチアは格下だ。本物がいましたわ。俺も船乗って俺間違っとったけん、俺も乗せてくれや、その船に。今からでも遅くないじゃろ。って言ったらこれ乗せんってなるやん。じゃあもう言うしかないやん。俺も悪態つくしかないやん。はい、入ってじゃあええよ別にって、クロアチア応援しようってなるもん。もう裏切るなよって。いやもうすでに裏切ったんだが、空船お前のオールを任せるな、俺裏切るって思われと。日本応援しようって。いや応援、応援するにしても、いや俺とか多分後ろから背中刺すタイプやで。乗したらその船に。一人の反逆者により船は沈没する。やめた方がいいと思うよな。ニヤニヤしてそう。もう余裕で後ろから刺しに行くで。その前の人とか。ターンって。ユダがいたかって。まあユダやろな。日本負けたらボロクソ言ってきそう。いや言わんよ、そんなことは言わんよ。ただ普通の事象やったねって。これがワールドカップだからって言って煽り倒して終わるんじゃない。ただこれ負けた時よな、逆に YGA が相当やばいことになるよなこれ。きついわ。クロアチア何時って、何時、12時とかやろ。まあでもなんか塩っぽいよな相当。眠気を誘う試合になりそうな気がする。
クロアチアにかけてよって。まあ、俺はクロアチア応援するけどな、普通に。モドリッチファンやし。俺 VS 日本国民って感じだろ。クロアチアが勝つのが普通の事象ではある。でも勝てる力は日本にもあるし、応援するのは母国が普通かなって思う。そうなんやな、母国な。いやでも俺もうあれやで、ボロクソ言われとる。なんならねえ、知り合いにボロクソ言われとるレベルやけんな、俺も。もう、後には引けんのよ。ここで俺が日本を応援してしまったらもう終わりなんですわ。でも、ヒロさん、クロアチア応援するやろ。当然、当然でしょ。俺 VS みたいな感じでしょ。友達が切れた気持ちも分かった。まあ普通そうやろな。でも俺が日本を応援したらまたそれはそれでおかしなことになってくるけん。でもブラジル対韓国は俺韓国戦、韓国2期を応援するけん。それはなぜか、あ、夢見えるかもしれんからね。アジア勢が。リュウコが。同じアジア勢が見たい。それやったらお前日本も応援せえやって話になってしまうんか。これはダメだって。じゃあやっぱブラジルかな。うん、日韓戦はクソ熱いって。こんなんなったらお前歴史的快挙でしょ。でそこで日韓戦やって日本が勝つにしろ韓国が勝つにしろ、あの嘘のようにオランダかアルゼンチンに負けるんやろうな。で決勝はフランス対オランダかアルゼンチンっていう話でしょ。日韓戦が成立する確率は 5% もない。いやでもやばいよな本当、日韓戦なんかなったら。だってあっこから韓国人気が上がってきたんがもう奇跡みたいなもんやけんな。あれ日本が言っとったけんなったようなもんやで。多分日本が沈んどったら韓国人気もそこまでではなかったはずや。でも日本が1位通過したもんやけん燃え上がったところはあるやろ、あの虎は。ポルトガル戦って。あそこまでガチじゃなかったはず。あんなロスタイムで点取れるようなメンタリティはなかったはずや、普通。ぐらい、兄さんは負けられんのよ。兄より優れた弟などおらんっていう話なんよ。日韓戦治安悪いって。そんなことないよ、ワールドカップでは治安はええけん。だからうわ俺だ俺だ俺だだみたいなもんはせんけん。やっぱスタジアムは日本人サポーターが相当称賛されとるの分かってますか。あのね、スタジアムとかでゴミ拾ったりね、相当マナーいいから。やっぱり国民性かなこれ。俺も行ったら多分拾うし。ねえ、その辺にな。貝とか落ちとったら拾うし。いろんなもんが落ちとると思うんですよ、やっぱ。民族、いっぱいいろんな民族が来るんで。そういうところでもちゃんと拾って帰るっていうのは、すごい、
ことだと思います。そんなんこそ批判しろよ。何がちゃんとやっとんやけん。タバコ吸うな、吸わんわ、そんなもん。何いい顔ブロードしてるのは正直嫌い。でもそんなんせずに、じゃあ汚くして帰っていくの方がええんかっていう話になるやろ。やらない偽善よりやる偽善でしょ。ね、そのあんまなんも知らん顔してホーム去るやつより、なんかやりよるやつの方が俺は素晴らしいことだと思うけどな。自分のゴミだけでええやん。いや、いろいろやるんはええことやと思うよ。なんもやらずに帰っていくやつの方が、なんなんこいつってなるやろ。清掃員の仕事なくしてるから、それはもう極論やろ。やらない線より、そういうことや。お前はさらない。いや、関係ないですよね、それ。今。そこと、そのスタジアムの清掃は関係ないですよね。いやでも俺行ったら多分掃除するで、うん、まあ行ってないけん夜だけかもしれんけど、もしも、もしもの世界軸で俺行ったらちゃんとなんかして帰ると思う。でもライブは逃げ出したけどな、うん、何もせずに。なんだろ、パンフレットとかいらんけん渡したし、ほんとは荷物になるだけやがって。でもまあ綺麗だったから、そもそも何も持って行ってないから俺、ただ逃げ出しただけだから。ワールドカップで判断すにはならん。ワールドカップはさすが俺も吠えるわ。うわー、来た時よりも美しく、それそれですわね。やっぱ行ったらね、こけつ、いらずんば、こじをえす。まあっていうか、スポーツバーみたいなところで酒飲みながら見た方が楽しいんごって感じで、スタジアムに行かんかもな。現地に行っても酒飲める位置で俺やってそうだわ。スタジアムじゃ飲めんごって、抜かれるかもしれんけん。それやったらカタールのなんかスポーツバーみたいなとこ行って飲み寄る方がいいかもって思うのがいいかも。行く意味ないやん。でも現地の風には触れたいんごでなったら、そういう結果になってもおかしくないんじゃないでしょうか。そういうところを巡るのも楽しそう。そう。いやまあ今日はね、良かったですね、なかなか。なんだかんだ点もボコボコ入ったしな。やっぱり強豪国は本当強いですね。感動した。本当にありがとうございましたって。試合やったね。これがね、続いてほしいですね。ベスト8はどうなるんでしょうかって。今後の展開に要注目というところで、今日はここまでっていう。バイオン負けたし。寝るか、寝よう。もう、疲れたの、俺。500、ジョッキ缶350スーパードライ、グレフルを3本っていうね、ちょっと飲みすぎた部分もありますけど、それではお疲れ様でした。
チャオです。